数年前、我が家とリンカの間に人が二人、すれ違える程度の狭い市道があり、そこを通った先にマンションが建った。市道を通らないと、我が家方向にある駅まで行くには、住宅街をぐるっと回って行かなければいけないため、マンションからは5、6分程度余計にかかる。もともとは近所の人たちも通ってた道だし、マンションを建てた会社からも何も連絡はなかったのだけど、特に何も思わず放置していた。それがマンションが建って少ししてから、市道にゴミが捨てられるようになった。隣家の人、近所の人たちの目撃情報によると、どうも新しくできたマンションの住民が捨てているらしい。虫が湧いても困るし、初めはうちで掃除したり。ここは私有地です。ゴミを捨てないでくださいと目立つように張り紙しても効果なし。仕方がないので、我が家、隣家、近所の住民 A さんで、お金出し合ってゴミ箱を購入して設置したのだけど、それをバカにするように、ゴミ箱の上に空き缶を放置したり、ゴミ袋を投げ捨てられる始末。腹が立ったので、隣家の合意のもと、簡単な門を設置して鍵をかけるようにして、市道を通れないようにしたら、すぐにマンションの理事会から抗議が来た。理事会曰く、市道は通り場付けが可能だと不動産屋から聞いていたし、駅から市道を通ることで徒歩で10分と聞いていた。それも利点の一つとして購入した住民もいる、通り場付けできないと困ると。その後、不動産屋からも抗議が来た、権利の乱用だと。最悪の場合、法律で争わないといけないかもしれないとまで言われた。こちらも、ゴミを放置されて困っているので難しいと抗議したが、不動産屋の方でも住民に注意するからと言われ、また、近所の住民である A さん、B さんからも、マンションの住民もここの住民なんだし、市道を無理に使わせないのは良くないよ。平時は、ともかく、緊急時に門を閉めたままで何かあったら責任取れるの?と言われ、隣家の人とも相談して仕方なく門を開けることに。不動産屋もマンション理事会も対応すると言っていたが、効果はなく、またすぐゴミを捨てられる状態に戻ってしまった。ゴミ箱のお金を出してくれたり、ゴミ掃除を手伝ってくれたり、ゴミ捨ててるのを見かけた時は、怒ってくれたらしい A さんはともかく、隣家の人と仲はいいらしいが、口だけ出して何もしない B さんには、若干腹が立っている状態。本当にどうしたものやらと悩んでいる。ここまでだと、マンション住民とのありがちなご近所トラブルなんだけど、町内会とかでマンション住民の C さんらとも少しは話すようになり、それによって、ゴミを市道に捨てているのは、ほぼマンション住民である D、E の2家族だろうということが分かった。D 家は、単純の常識がなく、マンションの共有ゴミ捨て場に、袋のしまってないゴミ袋を投げ捨ててたり、ゴミ箱から直接ゴミを捨てたり、中身も多少入った缶ゴミを、そのまま缶ゴミのところに捨てたりと、とにかく、ゴミ出しのマナーが悪いらしい。そのせいで、この時期は、ゴミ捨て場では、虫が湧いたこともあり、最近は、D 家の隣や上下階でも増えてきたとか、C 家含め、管理会社を通して D 家には何度も抗議したが、効果はない状態。黒髪で地味そうな感じの主婦っぽい人。という、A さん及び隣家の目撃情報と、C さんから聞いた話を総合すると、家庭ゴミなんかを放置してるのは、多分、D 家で間違いなさそう。共有のゴミ捨て場に人がいたりして捨てづらい時に、市道の方に行って捨ててるんじゃないかとは C さんの言。だらしないにも程がある。D 家は、夫婦二人が酒好きで、仕事帰りでもコンビニで酒買ったりして、飲みながら帰るらしい。D 家夫らしく、人は、私も一度見たことがある。学校はサラリーマンなんだけど、酔ってるし、一般人っぽくない雰囲気醸し出してたから、
飲み捨てた缶を投げ捨てる飲みたけど注意できなかった。いいかも、大量の缶ゴミや酒瓶を燃えるゴミ燃えないゴミに平気で分別せずに捨てるので迷惑してるとか。こちらも管理会社を通じて抗議しても効果なし。虫も増えてきて、それを嫌って分譲なのに買って1年経たずに引っ越した家もあったとか。マンション住民側も D、いい家には困っているし、彼らのせいで指導まで使えなくなるのは理不尽だと思っている。あなた方、私、林家からも不動産屋に抗議してくれれば、少しはマシになるかもしれないと言われてしまった。そもそも、私道の通行許可なんかどうしたのか？うちは出してないけど。林家に聞いても、林家の人も知らない、覚えがないとのこと。不動産屋の担当者とやらに連絡して、うちが直接介入する問題ではないので。あなた方、私たちとマンションに何の関係があるんですか？指導はあくまでも道路なので、何を言ってるか不明だけど、実際にこう言われた選挙するのは犯罪ですし、出るところ出たら、あなたたちが不利ですよ。とかのらりくらりと挑発されて、一向に必要な情報を教えてくれない。頭に来て、不動産屋の本社の方にも抗議して、担当者の上司とやらから謝罪とことの説明をやっとしてもらえた。上司曰く、指導は誰が所有してるのかと調べさせたら、この辺りの地主だという F さんの名前が挙がったと。F さんに連絡してあったら、あの辺り、指導は、X さんの持ち分だから X さんに聞け。と言われ、X さんに聞いたら通行許可をもらったから。指導の通行は、持ち主との許可も取れているとなったらしい。と聞いて寝耳に水だった。F さんが、昔は、ここら一帯の地主だったらしく。今でも、広いお屋敷には住んでいるが、うちも林家も、F さんとは、ほとんど面識がない状態。でも仕方がないので、F さんに、A さん経由でアポを取って、話を伺いに行ったところ。そんなこともあったかしら、何年も、前のことだから忘れちゃった、うふふとのこと。何度聞いても、本当に覚えてないのを、ちょっと最近認知症気味とも診断されてて、とだけ返され、体よくごまかされ追い返されただけだった。F さんはさておき、X は誰だ？という話になったが、今度は林家の人が。最近、我が家、林家があるあたりは、昔は、私の先代が所有していた。権利を返せ。と、たびたび抗議の手紙を送りつけてきたり、直接訪ねてきたりしてる迷惑な人がいると言って、そのこと自体は、林家の人からたまに聞いていた。それが X なんじゃないかという。林家も、いやいやながら、X に連絡を取って、ことの次第を聞いてみたらしいが、悪びれもせず、あそこら一帯は先代の所有物だから、証拠もあるから、と認めたそうだ。こちらからすれば、わけのわからない第三者に勝手に許可出されて迷惑千万だし、不動産屋にどうなっているのか説明を求めたところ、担当者の上司が、あのマンション一帯については担当者に一任しているので、詳しいことは知らないとばかり。そんなはずはないだろうと何度も抗議したが、上司がポロッと話したことや、C さん含めたマンション側の住民の話を聞いた限りだと、不動産担当者は、それなりのコネ持ちはくらしく、将来は、担当者上司より上の立場に行く予定。とかで、だから、担当者上司も彼女には逆らえないのでは？ということらしい。もちろん、大元の原因は、ゴミをマナー違反で捨てていく D 以下なんだけど、適当な仕事して事態をややこしくさせている不動産担当者。同じく適当な対応で X とかいう無関係の第三者を関わらせた F さんとか、いろいろな問題が浮上してきて、一体どこから解決したらいいのかわからず、本当に頭と胃が痛い。指導に関しては、今後はマンション側住民も持ち回りで掃除をしたいという意向はあるらしいが、今度は理事会側でも、D、E 化の問題なんだから、彼らにやらせるべきでは？
このまま泣き寝入りのように対応してしまうと、ますます図に乗ってしまう。それを危惧している。という意見が出て、なかなか意見がまとまらないという。C さん課も、共働きで、仕事が、忙しく、毎日の対応は無理だという。一応、C さん、G さん、マンション側住民が週1程度掃除してくれているけど、いつまで続くかはわからない。実際に、理事会からは、C、G の行為は、あまりよく思われていないらしい。上記の意見と、そもそもの発端は、不動産屋が、適当な対応をしたせいなのだから、不動産屋が解決すべき。という理事会の言い分も、全くわからなくはないので、不動産屋には抗議しているらしいが、担当者が担当者なのでなしのつぶて状態。最近になって、あくまでも、A さん、B さん、H さん、共に、うちより、前々から近所に住んでいる住民からの噂レベルだけど、F さんという海部さん夫が、昔は、割と悪どい、不動産商売やっていたらしく、X の先代とやらも、それに騙されて、実際には、ない土地の権利を買わされたんじゃないか？それが判明したのが、最近だから X が、林家一帯は、本来は、うちのもので権利がある。と主張しているのではないかと。実際に、林家の人も似たようなことを言われたことがあるらしく、あることないことレベルの噂ではなさそうな雰囲気。ご近所トラブルから発展して、いろんなごちゃごちゃしたトラブルが続出してきて、問題解決の糸口が本当に見えない。旦那はいっそのこと、引っ越しも検討しようとは言ってくれているが、家のローンや子供の通学、私たち夫婦の通勤なんかも考えると、すぐに転居するのは正直現実的ではない。もうどうしていいかわからない。ひたすら愚痴吐き出し。さらに追記すると、指導の出入り口に鍵をつけたことは、A さん B さん以外の他の近所の人たちからも抗議があり、私たちは長年ルールを守って通り場付けに使っていたのに、どうして今更制限されなければいけないのか。マンション住民が使う時だけ鍵を閉めて、それ以外は開ければよいだろう。と言われたけど、共働きのうちと自営業で店舗にいることが多い林家では、監視して開け閉めなど難しく、門を設置して早々に鍵を開ける羽目になってしまった。私たちもご近所付き合いがあるし、今までうまくやってきたのに、こんなことで恨み買いたくないのもあった。よっぽど事態が悪化すれば、また、閉鎖することにはなるだろうけど、あくまでも、最終手段だよね、と半ば諦めている状態。ダメ元で、交番と市役所には行ってみたけど、共に、ご近所トラブルなので、当事者同士で解決してくださいとのこと。胃が痛くなるご近所トラブルが続いてて憂鬱しかないです。